第2代ウォルドグレーブ伯爵、ジェームズ・ウォルドグレーブ第2代ウォルドグレーブ伯爵、ジェームズ・ウォルドグレーブは、イギリスの貴族、政治家。1715年3月4日、初代ウォルドグレーブ伯爵、ジェームズ・ウォルドグレーブとその妻、メアリーの間の長男として生まれる。イートン校を卒業。1741年に、父の死により、爵位を継承した。 1743年から1752年にかけて、ジョージ2世の進出自由を務め、国王と最も親密な友人、助言者となった。1752年に、皇太尊、ジョージの家庭教師及び、手元金会計官に就任し、数密顧問官に任じられた。1756年に、皇太尊家政での務めを辞し 同時期に1751年に任命された鈴子奥長官も辞任している。1757年から1763年にかけて財務省水頭官を務めた。1757年4月に実質的な首相だったダイピットがジョージ2世のハノーファー優先策と対立して南部担当国務大臣から解任された後、同年6月末に初代入荷する公爵と、 大ピットの内閣が成立するまでの間の政治的混乱の中で国王から依頼を受けて各方面との交渉にあたり大ピットと常時に遺跡の和解に努めた英国人名辞典には同年6月8日から12日までの5日間にわたり首相であったと記されているしかしオックスフォード英国人名辞典によれば6月8日に第1 大倉卿となることに同意した者の,の正式に就任したわけではないため首相一覧に加えることはできず、英国人名時典が5日間にわたり首相と述べているのは誤りである。1757年にガーター勲章を受勲。1763年4月13日に死去した。女子しかなかったため、爵位は弟のジョン・ボレド・グレーブが継承。 1759年5月に初代英国首相として知られる初代王法ド伯爵、ロバート・ウォルポールの次男エドワード・ウォルポールの娘、マリア・ウォルポールと結婚。彼女との間に以下の三子を設ける。なお妻のマリアは1766年に王族のグロスター・エディンバラ公爵ウィリアム・ヘンリーと再婚している。ありがとうございます。